はいどうもピーマンピザです。信長の野望創造戦国立志伝、また続きをやっていきたいと思います。ですね、今ちょっと奥川さんが攻めてきてまして、こんな感じなんですよね。ここ小田原城なんですけども、まずいですね。かなりの人数ですね。これ大丈夫かな。小田原城も危ないんですが、こっちのね、美濃和城もね、実はこっち攻めてきてってですね、ちょっとこっちの方をまず助けに行こうかなと思います。はい、とりあえずその前に物家町を作りたいので作っていこう。そして進出もしていこう。これはまあ領地ですけども、自分のね、それからそうだね、物見櫓、これもちょっと作ってみようか。作ったことないので積極的に作っていこうかなと思いますけども、この辺ね、もう弊社で埋め尽くしていきたいな。武家町か、助かる。どんどんね作っていきましょう。これなんだっけ、あ、水源か。はい、まずここですね。で早速軍議出陣していきましょう。今徳川さんをね攻めろっていう、私なんですけども、いやこれね小田原城見ての通り耐久値がすっごい高いんで、そうそう簡単には落ちないのかなと思うんですけど、どうでしょうね。援軍も行ってるし、やっぱこっちを助けに行くか。美濃和城が襲われてるので、あ、目標言わなきゃいけないか。適当にこの、こんな感じで行くかな。だいたい7000の部隊で行ってみまい、行ってみまいってなんだ、行ってみたいと思います。ご覧に入れよう。行きましょう。出陣するぞ。出陣する。ゆっくり行こう、ちょっとゆっくり行こう。さて向かってますね。ちょっとこれだとお城が危ないので、こっちに変えましょうね。承知いたしました。大久保隊を叩こう。2003、おー、なんか変なの来たな。大丈夫かとは思うんだけどな。助け立ちします。お、助けに来てくれたな。まあ、この辺オートで見てるのも楽しいですね。これが先月の収支ですね。報告しますね。はい。です。そしてここで、いや、また戦闘終わってからでいいか。とりあえず地元を、ね、強化していこう。ここに立てて、なんかせっかくだから水源とこに水田立てよっか。でも往来も高いんだな。まあいいか。水田、お米は大事ですからね。で、信仰を高める施設をちょっと建てようか。信仰大聖堂ね。
なんか水田に大聖堂っていうのも 合わないよね、なんかね。ちょっと神社建てようかな。もちろんこのね、能力とかデータっていうのは大事なんですけど、こう、いや、せっかくシミュレーションで自分の領地なんでね、こう、ちょっと少し想像力をね、高めてね、こういう街づくりをしたいな、みたいな感じでやりたいですね。結構こうやって近くで見れるんで、意外とこう人もね、動いてるんですよ。かわいいですね。なんか表示がいまいちだな。こんなに。あれ？ちょっと待って。こんなに建物なかったっけか。あるはずなんですけど、映ってないですね。まあ仕方ない。で、それでは。あ、ちょっと待って、これ。またなったな。バグだと思うんですけど、左のね、操作バーにね、カーソルが行かなくなるんですよ、たまに。ほら、こんな感じで。動かせない。戻れないので、ちょっと待って、ちょっとセーブしてデータをもう一回ロードし直しますね。しばし待たれよ。セーブして、こう前もなったんですよね。ロードと。多分これで大丈夫だと思うんだけど。OK かな。やっぱり表示がバグってるから なんだろうな。合戦とかしてると処理が追いつかないとか、そういうのなのかな。さあ、戻ってきて、戦闘しましょう。大丈夫そうだな。ちょ、待て待て。追い返しましたね。ほんで、ここね、銀山があって、美味しいなと思うんでね、ここをもう攻め落とそうかなと思います。行っちゃおう。こうしていこうか。これさ、出陣でここ出すと、あ、やっぱり、今軍団長なんでね、その配下のお城からも出してくれるんですね。行きましょう。せめてやりましょう、そこは。真田幸村隊？ なんで？なんで？そうか、いるか。厄介だな。とはいえ、兵力差はどうにもならんだろう。表情を始めましょう。報告しますね。これが先月の収支ですね。よし。じゃあ紹介しちゃおうかな。我が忍城なんですが、もうね、進出もちょっと人口の関係でこれ以上できなくて、開発も進んだのって、あとはもう投資ぐらいしかないんですよね。で、改修、お城もですね、対包囲網 S、対強攻 S ということで、一応ね、強化できるとこまでは強化しました。これでね、もう万一攻め込まれても兵糧がある限りはだいぶ耐えられるんじゃないかなと思います。コメントでもね、いろいろアドバイスいただいて本当ありがたいですね。本当にありがとうございます。これからもいろいろね、情報があれば教えていただけるとありがたいです。というわけでね、忍城はとりあえず強化はいい感じに進んだかなと思います。さあ、これ、いや、結構いるな。でもな、いけるかな。
とりあえずまたね、領地を開拓しまして、あとはどうしようかな。商業と弊社、これはなんだ、製材所か。そんなにそんなにって感じだけども、まあ何いらないかも、しかして鉄が欲しいんだけどね、置ける場所がないんですよね。なので、商業と弊社がいいな。往来と治安、往来と治安、公家屋敷、これがいいですね。往来と治安が上がる施設がちょうどよくあったので、この辺にぶっ立てて、そんで公家町にしよう、この辺を。うん、OK。全国に戻る。さあ、沼田城を攻め落とすぞ。よーし、さすが海姫。戦場に立つには力不足だな。いいね。とここでストップ。小田原城はどなた、あれ小田原城やばくね。いや普通に小田原城やばいな。ちょっとこの行く末を見てみるか。表情を始めましょう。報告しますね。これが先月の収支。これ小田原城落ちたらどうなるんだろう。討ち取られたりしたらもうまた城主が変わ、城主じゃないか、大名変わるとかあるのかな。とりあえず公家町をぶっ立てる。周りは全部公家町にしてしまおう。どんどん建てようね。あと2箇所か。お、ちょうどじゃないか。位置余るけど。よいしょ。ここだね。よし。よし、終わり。いや、小田原城やばいんじゃないかな、これ。大丈夫か？小田原城。もう終わりですね。お、なんだなんだ？何か発動したのかな？出陣します。やられてるな。まずくね。ものすごい包囲されてるけど。我が策で勝利をつかみます。ちょ待って、その耐久力でなんとか耐えれるものなのかどうなんだろう。でも士気が下がったらもうダメだよね。めっちゃ出てる。ち
この辺片付けるか。有効上げとくとね、なんか援軍に来てくれたりもするみたいなんで、信勝さんとかね、たまに来てくれますね。違った。違う。はい。お、たどり着いたか。ちょっと兵力が心もとないか。命は惜しまぬ。あなた方はもう終わりですね。おお、強いな。ご命令ください。報告しますね。これが先月の収支ですね。報告しますね。包囲不完全ということで、包囲するにはね、いろいろ決まりがあるみたいですけど、多分 この辺が来れば大丈夫だと思います。それより小田原城だな。ということで、次回はこの続きからやっていきたいと思います。またよろしくお願いします。